どうもこんにちは。今回はですね、国産カブトムシの幼虫マット交換をしていきます。まずは新しいマットを用意するんですけれども、これは通常のカブトマットをですね、焦げ茶色になるまで発酵の進んだいわゆる二次発酵マットですけれども、一袋全部開けます。そして僕の場合はこういった大クワガタの産卵セットの埋め込みに使われるような発酵の浅い一次発酵マット、同じ比率で混ぜていきます。まあ5対5ぐらいの比率になるんですけれどもね、カブトマット10リットルに一次発酵マット10リットルですからね、これで国産カブトの幼虫でしたら問題なく飼育できますんで、まあ、あとはね、こうやってマットをほぐしながら攪拌していってください。で、この埋め込み用の一次発酵マットを混ぜてやることで、まあ、マットの持ちが良くなるし、あとは養殖が作りやすくなるというかね、特に大ケースで幼虫をたくさん入れて多頭飼育してる場合は、カブトマットだけでやるより埋め込みマット混ぜてやった方が、まあ、羽化までの管理が安定するといった面がありますね。サイズ的にはカブトマットオンリーで飼育するよりちょっと落ちるんですけれども、まあ綺麗な成虫がね出てくれますんで、僕はもう昔からこのやり方で国産カブトムシは作ってます。カブトマットと埋め込み用の一次発酵マット綺麗に混ぜたんで、飼育ケースにガバッと入れていきます。よいしょ。まあ、これでね、今は3月だから多分羽化までこのままいけると思うんですけどね、まあ、こんな感じでたっぷり入れてやってください。ちょっと手で軽く押してやって、バッチリいいですね。ちょっと足りない分はまたマットの袋を開けて同じ作業をして作っていきます。カブトムシの幼虫だから、まあ、ケースの上までたっぷり入れてやっていいと思います。はい、それではね、カブトムシの幼虫古いケースを全部開けて新しいマットに交換してやりましょう。もうね、ケースの上までこんな感じで糞が目立ってますんで、交換タイミングとしてはちょうどですね。よいしょ、ガバッと開けて、あ、結構大きくなってますね。もう黄色く色づいてますんで、そろそろ幼化のタイミングだと思いますけど、これね、国産カブトで八坂ホワイトアイですね。幼虫で飼ったやつなんだけど、結構大きくなってるね。何匹いたかな、11匹ぐらい飼ったかな。まあ、国産カブトムシでね、八坂ホワイトアイといえばホワイトアイのカブトムシの元祖なんですよね。今でこそアコタニとか、あとは枝島だったかな、広島のね、レッドアイ系統とかホワイトアイ系統、いろいろ出回ってますけど、元祖中の元祖は八坂ホワイトアイです。あ、もういいかな、全部かな。こういうね、カブトムシが食べ終わった後の廃棄マットとか幼虫の糞っていうのは、園芸とか畑で肥料として使えます。まあ、やっぱりマットって広葉樹でできてますし、
幼虫の糞も植物にとっては栄養価が高いみたいで、肥料として優秀なんですよね。畑なんかにババッと撒いてやると、でっかいでっかいキュウリが作れたりしますんでね。まあそういうのやっておられる方は、そのまま捨てずに畑に撒かれるのがいいと思います。まあ、肥料も買うと高いですからね。これでしたら飼育してるとかならず大量に出てきますから、ぜひね、二次利用してみてください。さあ、どんどん作業していきますよ。これはね、ベトナムのダビリスカブトですね。まあ外国産カブトといっても、中には国産カブトと全く同じ飼育方法で、産卵と幼虫飼育ができたりします。ダビリスカブトはね、ちょっと頭が小さいのが特徴なんだよな。まあ、これもね、外国産ですけど、国産のカブトムシと飼育方法そのものは変わりません。まあ、こんな感じで多頭飼育もできますからね。特に難易度そのものが高いとかいうのはないんですけれども、どん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 入れていってやりましょう。あ、だけど数多いな。まあ、飼育ケースの台でね、20匹から25匹ぐらいまでは飼育できんこともないですけど、ちょっとケース分けてやった方がいいかもしれないな。あとはまあたまにね、コメントで加水しないんですかっていうコメントが来るんですけど、まあ、基本的に加水という作業を僕はあまりしないですね。マット海のクワガタで無添加の黒枯れ系に若干水入れる時ありますけど、あとはもう加水という作業はほぼほぼしないです。はい、あの動画で紹介してるのが作業の全てですので、まあね、 YouTube なんかやってると本当にいろんなコメントが来ますからね。ある種の方々とか、あるいはキッズの方々とかね、まあでもないこうでもないというコメントも頂戴するんですけど、まあ、あの悪く受け取ることはありませんので、本当に可愛らしいですよね、犬みたいで。今回最後の作業になるんですけれども、これはインドのツヤカブトですね。 F5 で産地がウエストベンガル州のカリンポンなんですけど、あ、もう上まで糞が目立ってますね。交換してあげましょう。このね、インドのツヤカブトに関してはとりあえずポリトゥスとして流通したんですけど、まあ、有識者の方がなんか違うぞということで、今後もしかしたら新種に昇格するかもしれないというツヤカブトですね。まあ、台湾のツノボソカブト、大陸カブト、ポリトゥスツヤカブトっていう感じで、この界隈ぼちぼち入荷あるんですけれども、まあインドのツヤカブトってそんなに昔からあったわけではないですよ。この10年ぐらいでやっと入ったか入ってないかぐらいじゃないですかね。まあ、もうちょっと小型のところではミャンマーサガインのね、金森カブトとか入ってますけど、もうそんなにメジャーどころではないですよね。こういう系のね、ツヤカブトっていうのはね、どちらかというと通好みでマニアックな部類になるんですけど、結構入ってたね、大ケースに。これはちょっとケース分けてやった方がいいかもしれないな。今回はこちらの4つの飼育ケース、カブトムシの幼虫マット交換をやってみました。だいぶね、幼虫も黄色く色づいてましたんで、このまま放置して
5月の2週目ぐらいに成虫が出てくる感じですかね。また多肉飼育ですから一斉に羽化してくると思うんですけれども、まあ、やっぱり昆虫の飼育って慣れてくると流れ作業になってくる部分があって、あとは適切なタイミングでその都度お世話を入れてやる感じですね。まあ、カブトムシの幼虫飼育はそこまで難しくありませんので、ぜひですね、皆さんチャレンジしてみてください。今回はどうもありがとうございました。またよろしければ動画見てやってください。それではさようなら。バイバイキーン。